ルワンダ虐殺における初期の出来事では、1994年4月6日に発生したルワンダ大統領ジュベナール・ハビアリマナとブルンジ大統領シプリアン・タリャミラの同時暗殺事件から続く数日のうちにルワンダ虐殺が勃発するまでの間に発生した出来事を記述する。両大統領の暗殺はルワンダ虐殺を触発した引き金であり、結果として およそ80万人と推計される土と恩恵派のフッツが殺害された。その暗殺事件直後の数日間のうちに様々な鍵となる出来事が発生し、皇続した虐殺事件の道筋が決定づけられた。これには次のようなものが含まれた。1994年4月6日午後8時20分頃ルワンダ大統領ジュベナール・ハビアリマナを、はじめルワンダ軍参謀総長、 デオグラキアスンサビマナ他の有力者を乗せた旅客機が木狩国際空港に着陸しようとするところを撃墜された。国防省オーギュスタン・ビジマナは陸軍情報部長のアロイスン・ティウイラガボを伴ってカメルーンで会合に出席中だった。墜落からおよそ1時間半から2時間後、木狩の軍司令部に合わせた将校は公認の参謀総長を選ばねばならないことに気づき、 重苦しい雰囲気で会議を開いた。まもなく国防省の官房長、テオネスト・バゴソラ大佐が現れ、その会合の議長を務めるのは彼の責務だと述べた。バゴソラは軍人としての評価は低かったが、政府与党である MRDN との政治的コネによってその地位についていた。ある大佐は国家警察長官のオーギュスタン・ディンディリー・マナ。 少々の方がふさわしいと提案したが、ディンディリー・マナは辞退し、一部の将校を驚愕させた。多くの者は、権力の空白状態が生じることを危惧していた。アガート・ウィリンジー・マナ首相は、大統領職務の代行順位として、法律上筆頭にあったが、ほとんどの将校は彼女に統治能力はないと信じており、バゴソラは彼らが彼女の指導下に入るという選択肢を却下した。 アルーシャ協定に従って行動すべきかも議論されたが、その場合はハントであるルワンダ愛国戦線と今後について協議する必要があった。バゴソラは軍が政権を握るべきだと提案したが、賛同したのは国防省財務局長のシプリアンカインバ中佐ただ一人だった。ほとんどの将校はこれがクーデターに見えてしまうことは避けたいと必死だった。やがて誰かが 協定は依然として有効であり国連も国内に健在だと指摘した。将校たちは国際連合オルワンダシエン団に接触してアンアミールの軍事司令官であるロメオダレール将軍をこの会合に招きクーデターが進行しているわけではないことを示そうということで合意した。もっともフィリップ・ゴーレービッチはこの時の状況を不市場主義党のクーデターだと述べている。 4月6日から7日にかけての夜、バゴソラ指導下のルワンダ軍メンバーは当時アン・アミール、司令官だったロメオダ・レール将軍と白熱した討議を交わした。アン・アミールは平和維持任務に加えて、ルワンダの首相に軍事力と司法権力両面について支援を提供していた。ルワンダ首相、アガート・ウィリンジー・マナは翌朝国営ラジオ局から声明を流し鎮静化を 訴えかけようと計画した。ダレール将軍は彼女をラジオ局まで護衛する要平和維持部隊からガーナ兵5名とベルギー兵10名を派遣した。ところがその朝大統領警護隊がラジオ局を管理下に置いたため、ウィリンジーマナは演説を断念せざるを得なくなった。さらにその日大統領警護隊は 彼女とアン・アミールのベルギー人平和維持要員10名を暗殺した。午後9時、ダレールはベルギー人が殺されたこととガーナ人が不勢力によって除名されたことを知った。アルーシャ協定を支持していた多数の恩恵派仏有力者が後に暗殺された。協定に基づく合同政府の暫定首相、フォスタントゥアギラムングの命もまた狙われたが、これは アン・アミールの努力により阻止された。木狩りに所在するアン・アミールのベルギー人殉職者の記念施設大統領警護隊は首相である、ウィリンジー・マナを護衛していたアン・アミールの青ヘルメット15名を捕らえた。うち5名はガーナ人でありすぐに釈放された。残る10名のベルギー人は拷問され、マシェットで殺害された。ベルナールン・トゥヤハが少佐は2007年に、 殺人罪で有罪とされた。スコット・ピーターソンは、著書目アゲンスト・マイ・ブラザーの中でこの時の野蛮な殺害状況を次のように記述している。彼らは逃げられないようにアキレス剣を切られ、そしてベルギー兵たちは虚勢され、切り取った外星機を喉に詰め込まれて窒息しながら死んだ。バゴソラーとその側近たちは、ダレール将軍に対し、 ラジオ放送が大統領機撃追の首謀者はベルギー人たちだと球断しているのでベルギー人は急いで退去した方が良いと即座に申し入れた。これらの球団が大統領警護隊の制御不能な大きな怒りにつながっていた。1994年1月にダレール将軍はジャンピエールと呼ばれる情報提供者からアン・アミールの主力を成すベルギー兵を アンアミールから脱落させるためにベルギー人を攻撃する計画があると伝えられていた。フランスとベルギーはそれぞれ軍を投入して2つの異なる国外退去作戦を実行した。詳細は別記事ルワンダ虐殺における国際社会の動向を参照。フランスはまた有力者やハビアリマナ政権の官僚の家族、大統領個人員の子供たちなども国外に脱出させた。 これらの国外退去は後に二つの大きな議論を巻き起こした。一つは近隣に存在した欧米兵力の介入により、ジェノサイドを防げなかったかというものである。当時、木狩南方200キロのブルンジにはアメリカの兵力が存在しており、さらに多数の西側兵力がルワンダまで飛行機で数時間以内の場所に存在していた。これらの部隊の当事者は、 彼らが投入されれば、木狩りを制御下に取り戻せたし、装備が投げかわしいほど不足していた、アンアミールを十分支援できたはずだという見解で一致している。もう一つの議論は、危機が迫っていた土の緊急避難にはほぼ全く手がかされなかったという点についてである。西側諸国では唯一、ベルギーのみが土の脱出に関わった。これらのごくわずかな土は、 脱出するグループに交渉を通じて加わるかまたは、その中に紛れ込むことで難を逃れた。首相であるウィリンジーマナの暗殺後、新政権が作られた。そこで首相となったジャンカンバンダは、後のルワンダ国際戦判法廷で最初に訴追され、有罪を認めた。国連報告の14.4節から14.8節を、参照。この政権はジェノサイドを指導したことで特徴づけられる。 井戸はこの大半のメンバーに有罪を宣告し、残りもその途上にある。この政権をめぐっては、大統領警護隊を制御下に置いたバゴソラ大佐と文民政府を望んだルワンダ軍部の間で主導権争いがあったらしい。結果として政権は状況を鑑みた妥協の産物となり、バゴソラは軍政を断念しつつ、土の抹殺に向けて、フツパワーシジの有力者からなる。 文民政権を用意した。1993年、アルーシャ協定により、気が打ちに、ルワンダ愛国戦線と、ルワンダ政府軍それぞれの管理区域が確定され、両者の間には、非武装地帯が置かれた。両者は、合同暫定政府の樹立後に武装を解除し、民主化と内戦後の復興に携わるはずだった。ここで注意しておくべきことには、ルワンダ政府軍は、 大統領警護隊及び、ルワンダ国家警察と密接に関係しており、ハビアリマナ大統領に忠誠を誓っていた。その他のフツパワー支持の急進派集団も、ルワンダ政府軍と連携していた。ルワンダ政府軍とその友好組織から見ると、RPF はただ土の利益のみを図って、ルワンダの政権奪取を試みているものと移り、フッツを排斥して、 植民地時代のような土による支配を取り戻そうとしているように見えた。これらの勢力に挟まれて脆弱な欠片をどうにか繋ぎ合わせようとする恩恵派が存在していた。1994年4月6日は内戦の再開と虐殺の始まりとなった。その日の夕刻、ルワンダ大統領ジュベナール、ハビアリマの少将の蒸気が気軽空港上空で撃墜された。 この飛行機には、ブルンジ大統領のシプリアン・ダリアミラと、ルワンダ軍参謀総長のデオグラティアス・ンザビマナも、同乗していた。生存者はいなかった。ルワンダ政府軍は即座に暗殺犯は RPF だとして、これを非難し、その夜をもって脆弱な平和協定は瓦解してしまい、様々な努力にもかかわらずついに復活することは、なかった。 大統領警護隊は恩恵派フッツとすべての土に対する周到に準備された暗殺計画を発動し、手始めとして今や破綻したアルーシャー協定と合同暫定政府への賛同者たちを襲った。彼らは飛行機の墜落から文字通り即座に行動を開始し、時間を一切無駄にしなかった。4月7日の夜明けを迎える頃には国中がすでに深く流血に染まっていた。 飛行機が墜落した後、アンアミールは自分たちが都市全体に薄く分散しており、委任されていた各種の権限は宙に浮いてしまっていることを見出した。彼らには襲われている人々を守れるだけの戦力はなく、国連からは自衛を除き発砲を禁止されていた。人々は国連管理区域に保護を求めてなだれ込んだが、そこには食料も水の供給も電力もなく、 特に水と電力の供給は、ハビアリマナ大統領を暗殺後に、たちまち途絶した。アンアミールには、民間人をどう扱うべきか、またどの程度まで保護を提供すべきかについてほとんど、指針がなかった。混乱に輪をかけたのは、多数の政府関係者や有力者が緊急の身の危険を、悟ったことだった。アンアミールへの保護要請は、アンアミールの対応能力を超えて殺到したが、 気がりうちを移動して人々を救助することは非常に危険であるばかりか多くの場合は不可能だった。車両の不足、信頼できる通信手段の欠如、燃料の不足、そして兵力の不足が救援活動を著しく妨げた。四月七日、暫定政権首相のアガート・イリンジマナ、および 行動暫定政府自立に向けて用心深く行動してきた誰かが代表して国民に平成を呼びかけることになった。そのために国営のラジオリワンダが選ばれたが彼女は放送を阻まれ同日間もなく暗殺された。ビリンジーマナが殺害され国営放送も立ち入り禁止となるともはや市民を沈静化させる者は誰もいなかった。偽情報と先導演説が 独立系ラジオ局である千能を家事ラジオテレビジョンから流されるようになった。RTLM は、大統領機の墜落は、ベルギーの平和維持部隊と RPF によるものだと、即座に断定し、民衆に放棄して、平和維持部隊と土の、ゴキブリを殺すよう訴えた。恐怖と嫌悪はすでに国中に深く、根を下ろしていたが、さらに稲妻の速さで広まった。 アン・アミールと米軍は RTLM の放送をやめさせる方法を検討したが実行には移されなかった。RPF は大統領警護隊を止められる立場にあるのは自分たちだけであることに気づいた。大統領警護隊は国家警察やインテラハムウェと共に気刈り中の道路を封鎖し恩恵派フッツと土の殺害を始めていた。インテラハムウェは地域住民で構成され、 土へののを極度に駆りり、立ててられておりまたた。制御するのが、大変難しい集団だったなぜなら彼らは地域社会やルワンダ政府軍と密接に繋がっていたからである。アンアミールの手は縛られていた。そこで選択肢をなくした RPF は攻勢を開始し、ルワンダ政府軍との間で戦闘になった。ルワンダ政府軍は殺戮を行っているボートとの関係を否定したが、 ルワンダ軍を指導したテオネストバゴソラ大佐が、ジェノサイドを組織した、中心人物の一人だったことがその後示されている。政治殺傷の手段が失われたため、殺戮を止める唯一の手段は、ルワンダ政府軍を撃退して、二日撃破集団から主導権を奪うことだった。しかしながら、RPF もまた全ての無意味な流血に関し、潔白だったわけではない。 罪のない市民を殺害したか、または殺害したと思われた一部の二日撃破が RPF により囚われて殺された。もっとも数から言えば殺害された80万人の土にははるかに及ばなかった。ありがとうございます。